こんにちは、ケイナです。今回は玄関を広く見せる方法をご紹介します。お家の顔とも言われている玄関、お家全体の印象を決める場所であり、家族が毎日の行き帰りに通るところでもあるので、快適な空間にしたい大切な場所かと思います。がたくさん決めることがある家作り、 LDK を優先してなかなか玄関まで手をかける余裕がないなんて方も多いのではないでしょうか。我が家も企画住宅ゆえ、玄関は正直重きを受けず、広さなど諦めポイントがたくさんありました。それでもお気に入りの空間にするために、少しでも開放的に感じられるよう工夫したことがいくつかあります。そこで今回は、玄関を少しでも広く感じるために我が家がした7つのことをご紹介したいと思います。今回ご紹介するのは、何かと制限の多い企画住宅の我が家でもできたことなので、これからお家作りやリフォームをされる方には比較的取り入れやすいことばかりです。また最後の3つは後付けですぐできることなので、すでにお家にお住まいの方もぜひご視聴ください。このチャンネルではマイホームに関すること、暮らしに役立つ情報を配信していますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。まず我が家の玄関をご紹介します。我が家の玄関は3畳ほどで、シューズボックスは入って右側、コートなどは入って左の収納に入れています。土間収納はなく、屋外用品は出たところにある物置に収納しています。玄関は白を基調とし、インテリアもなるべくコンパクトにまとめました。では早速ご紹介していきます。玄関を広く見せるためにやったことその1、セパレートタイプのシューズボックス。我が家のプランでは玄関の形はすでに決まっていましたが、シューズボックスの形や位置は選ぶことができました。シューズボックスにも色々な形状があるかと思いますが、真ん中の空間が空いているセパレートタイプのシューズボックスを選びました。我が家は土間収納がないので、シューズボックスは収納力を優先して壁全面タイプにするか、見た目を優先してセパレートタイプにするか、かなり迷いました。セパレートタイプは真ん中が空いている分、当然収納力は劣ります。セパレートでも少しでも増やせるよう、この字型のシューズボックスも検討したのですが、実際手持ちの靴の数やサイズからシミュレーションしてみると、案外セパレートタイプでも音足りそうだったので、思い切って見た目が一番好みだったセパレートタイプにしてみました。結果、我が家はこれで満足しています。決して余裕があるわけではないのですが、靴の入れ方を工夫したり、扉の裏側を有効活用することで、思っていた以上に快適に収納できています。収納を工夫することで、この部分にはちょっとした掃除道具を入れるほどの余裕も出てきました。収納に関しては別の回でまたお話ししようと思います。それと、真ん中が空いていることで、出かける時にちょっとスマホを置いたり、ちょっと鍵を置いたりと、ここに仮置きできるのが案外便利で、壁全面タイプだとうちの玄関では全くそういうことができなかったので、これは思わぬ収穫でした。またこの空間がないとかなり圧迫感が出る上、何も飾れず殺風景だったので、その点でもセパレートを選んでよかったと思っています。玄関を広く見せるためにやったことその2、シューズボックスを浮かせた。シューズボックスは床から少し浮かせてもらいました。ルンバも通れるよう15センチほど開けています。これは以前配信したお部屋を広く見せる方法でもご紹介しましたが、目に入る床の面積が増えることで床に奥行き感が生まれ、広く感じるためです。また浮かせてシューズボックスの位置が高くなることで使い勝手も良くなったので、浮かせて良かったと感じています。玄関を広く見せるためにやったことその3、窓をつけた。玄関の窓はつけたというよりは、たまたまハウスメーカーのドアがこの仕様でした。ここから自然光が入り、低速的な玄関にも明るさと広がりを感じることができるので、あってよかったと感じています。ちなみに我が家の玄関は北東の向きで鬼門に当たります。家作りにおいて風水は正直ほとんど意識しませんでした。というか、意識する余裕がありませんでした。が、鬼門でも観葉植物などを置くと良いと聞き、ほんの気持ち程度ですが、北東の向きに観葉植物を置いています。たとえ風水的に良くないことがあっても、アイテムを使ってカバーできることもあるようなので、気になる方はぜひ取り入れてみてください。玄関を広く見せるためにやったことその4、フローリングの向き。これは玄関だけのために決められることではないのですが、フローリングを張る向きも意識しました。もともとのプランではフローリングの向きは縦だったのですが、我が家はフローリングは玄関から LDK に続いていて、 LDK はフローリングの方向は縦でも横でもどちらでも良さそうな間取りだったので、玄関を基準に考え変更してもらいました。玄関は横に長く、横の広がりを強調したかったので横向きにしています。縦に貼るより奥行きや広がりを感じることができて、横向きにして良かったです。玄関を広く見せるためにやったことその5、
メインカラーを白にした。以前配信したお部屋を広く見せる方法でもご紹介しましたが、白は膨張色に相当するため、狭い玄関でも白を基調とすることで空間が広く感じます。なのでシューズボックスや壁紙は迷わず白を選びました。ちなみにこの背面の部分はアイボリー系のタイルにしたかったのですが、予算の関係で諦めました。今の状態も不満はないですが、石目調のタイルなど異素材を取り入れると雰囲気がまた変わるので、いつか DIY したいなと思っています。玄関を広く見せるためにやったことその6、大きな鏡をつけた。鏡があると狭い玄関でも空間が続いているように見えます。縦のラインを強調したかったので、なるべく天井まで続く長い鏡を選びました。もう少し幅を広くすることも考えましたが、あまり長いと外の道路側の視線まで映りそうなので、プライバシー面が心配だったのと、掃除も大変になりそうなので、この幅に留めました。壁付けの鏡はハウスメーカーにお願いすると、よくある小さな姿見でも10万円ほどだったため、自分でネットで探したアルミミラーを DIY で取り付けました。当時の価格で2万円台で購入することができました。アルミミラーは通常のミラーよりは質は劣るようですが、実際使ってみてもその実感はなく、このサイズと価格にはとても満足しています。玄関を広く見せるためにやったことその7、フォーカルポイントを設置する。玄関に入った瞬間、パッと目を引くポイントがあると玄関の狭さに気づきにくくなるそうです。例えば玄関に入って目の前に大きな絵が飾ってあったり、観葉植物などがすぐ近くに置いてあったりすると視線が集中しやすいそうです。我が家は玄関から入った目の前の壁にファブリックパネルを飾りました。こちらよくお問い合わせいただくのですが、楽天で購入しました。打ち合わせ当初からここには何か飾ろうと思っていたので、この部分のダウンライトは角度が自由に変えられるタイプを選びました。今は設置したファブリックパネルにスポットを当てるような角度にしています。このように壁に陰影をつけることでも奥行きを感じることができるのでおすすめです。いかがでしたか？正直打ち合わせ当初、玄関は妥協の塊であまり好きになれませんでした。でもたくさん工夫し、実際暮らしてみるとコンパクトにまとまった玄関は掃除がしやすく、空間コーディネートがしやすくなり、今となってはまあまあお気に入りの空間です。工夫次第でそれなりに広く見せることもできるので、視覚効果と旬のアイデアを併用してみるのがおすすめです。このチャンネルが少しでも参考になりましたら、チャンネル登録・高評価ボタンを押していただけると大変励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。